メタに由来しており、哲学では他にも、メタ倫理学、メタ哲学等の要例がある。数学基礎論や数理論理学では、数学や論理学を言語とみなした上で、数学的手段を用いて研究としているので、研究対象たる数学や論理学のような言語と、それらの研究対象を研究するために用いる、数学、論理学、言語を分けて考える必要があり、 校舎をそれぞれ、メタ数学、メタ論理、メタ言語と呼ぶ。また、メタ数学やメタ言語等に関する概念には、メタという説当辞を用い、例えばメタ数学の定理を、研究対象の数学の定理と区別し、メタ定理と呼ぶ。より一般に、これらの例のように何らかの理論を研究するための、理論を一般に、メタ理論と呼ぶ。数理論理学をその始祖の一つとして持ち、 人口言語たる、プログラミング言語を、研究対象の一つとして持つ計算機科学でも、メタデータ、メタプログラミング、メタタグ、メタヒューリスティクス、メタ公文変数、メタ検索エンジン、メタファイル、メタクラス等の要例がある。他にも、メタフィクション、メタ認知、メタ知識、メタ記憶、メタアナリシス、メタデザイン、メタモデル、メタメッセージ、メタカチロ論等の要例がある。 メタは元来は古代ギリシャ語で、後にという意味で、千文字 B で書かれた未ーネギリシャ語での用例が最古のものである。この元来の意味も学術用語で使われることがあり、例えばメトラリアは生物の分類置きで表した時セリアの後に来ることによる命名である。超越した工事のという意味でメタが用いられるようになったのはアリストテレスの ダメタタピューシカという書物に起源を持つ。本書が編集された際、自然学的な著作の後に置かれたことからこの名称で呼ばれたと思われるが、後世になって本書がその短縮形メタピューシカで呼ばれるようになると、この本来の意味は忘れられ、自然学を超えたものという意味に返されるようになった。オックスフォード英語辞典によれば、を超えて、についてといった意味で、 メタを英語で用いたのは1917年に、遡り、数理論理学に関連する単語で用いられるようになったのは1929年以前である。1920年にはヒルベルトがメタ数学という単語を用いている。また1937年にはクワインがメタ定理という単語を用いている。試練の一位生態。左から、オルト、メタ、パラ。 ベンゼン管の2時間体の構造異性体のうち、2つの時間器が炭素原子1つを挟んでいるものにメタをつける。言い換えれば、1位と3位の炭素原子に時間器があるものである。M マイナスと略して書く。メタに対し、隣をオルと反対側をパラという。また、ある時間器に注目したとき、その2つ隣の位置をメタくらいと呼ぶ。 同じ酸化物を水和して得られるオキソ酸の中で水和度の低いものにメタをつける。メタリン酸、メタ放酸など。ABCDEFGH 山口義久第5章実体と本質刑事定学とメタの視点アリストテレス入門筑馬新書2019年10月9日1113 ISBN 978から44億8 5五万9千1 7 A 信 B00G949NQA。ABC 空辞書、メタ、ケンブリッジディクショナリーメタ。2020年8月14日閲覧。ザリニア、B ワードミータ。PALAEOLEXICON.com。2020年8月13日閲覧。ウィラード・ファン・オーマン・クワイン。 ロジックベースドオニン,ンクルージアンアブストラクションザ・ジャーナル・オブ・シンボリック・ロジックボリューム2ナンバー4ピアニッシモ145-152ディセンバー1937ありがとうございます